タグ素早い処置への第一歩解説編。あ、人が倒れた。大丈夫ですか？救急車呼ばなきゃ。おじさんが道で倒れています。苦しそうです。こっちです。はい。大丈夫ですか？話せますか？話せないようだ。これは、救急タグを持ってるじゃないか。救急タグは、普段は交通系 IC カードケースとして使いながら、いざ急病になった時や事故にあった時、病歴などの情報を救急隊や病院、その場に居合わせた人に伝えるためのツールです。倒れている人が救急タグを持っていることに救急隊が気がつくと、ケースの中の救急タグカードを開いて、病歴などの情報を確認。また、119番通報の時、救急タグに気づいたら、倒れている人が救急タグを持っていることを伝えましょう。救急タグカードを見ることができれば、119番からの質問により多く答えられます。見ることができなければ、救急隊が到着したらすぐに渡しましょう。さらに、迷子札として使うこともできます。救急隊です。40代男性、糖尿病の病歴あり。素早い対応。救急タグ持たなきゃ。詳しくは、救急タグ .jp をご覧ください。